始めちゃってね。皆さん今日もポチッとありがとうございますということで、今日は参院での配信が始まります。イエーイ。ちょっと今ファイルがちょっとありすぎて、ちょっとあのなんかいろんな必要なものだったり、なんか必要じゃないものだったり、なんかこう分かんないんですね。妊娠中のアンケート、ただのアンケートだったりとか、なんかちょっと、まあ、紹介状ね、まあ、こう今モザイクだと思うんですけど、こちら紹介状を今日ね持っていかないといけなかったりするので、整頓して持っていくものは持っていくというね、やっていきたいと思うんですけども、 YouTube にも上げたと思うんですけど、2週連続赤ちゃんが顔を見せてくれなくて、さらにあのただ健康ですと言われて終わって1万円以上取られるっていう、なんかもやっとするいいことなんですけどね、もやっとすることが続いてるので、もう今日こそはせめて顔だけは見て帰りたいという願いを込めながらいきたいと思います。はい、もうマジで最悪だったんですけど、もうマジで本気で泣いちゃった。もう本当に最悪。まず今日やったことはですね、あのなんか精神的なアンケートとか、あとは赤ちゃんの心拍の確認、あとはエコーと採血してきたんですけど、これでまあ待ち時間とか診察の時間とかを含めて全てで3時間かかりました。まあいいですよ、それは。3時間かかって、お会計もめちゃくちゃ時間かかって、病院でね時間かかるのはしょうがないんですけど、いざお会計しようと思ったら3万5000円って言われたんですよ。3万5000、何代。もうお金持ってなくて、私の予想ではまあ1万を超えるかなかもしれないなと思って2万3000円ぐらい持ってったんですよ。これでも多い方だと思うんですよ。2万3000円持ってって、3万5000円の数字見た時に、これぼったくりじゃんと思っちゃった、正直。だってさ、血さ7本ぐらい塗ったんで、7本もさ血取られて、むしろこっち血が血を与えてるんだからお金をくれよって感じなんですけど待って、お金ないってなって、そこの病院はなんか、なんだろう、窓口が人間でお支払いするんじゃなくて機械なんですよ。だから一旦コンビニに行って旦那氏に電話して、いやごめん、ちょっとお金足りなかったつって、3万5000円って言われて、つって、え、何代って言われて、旦那氏に、いや私もそうなんだけど3万5000円って言われちゃってみたいな、そこが足りなくてどうしようって言って、まあ、カード、銀行のカードあるって言って、あ、持ってるって言ったんだけど、暗証番号がわからないっていうトラブル、互いにわかんない、旦那氏にこれじゃんって言われても全然ダメで、暗証番号って2回間違えたら終わるじゃん、間違えて3回目無理やってなって、どうしよう、もう銀行からの、もうそこでまずメンタルがもうドゥーンってなって、いやどうしようみたいなことが、もう時間結構経ってるから、診察と待ち時間とかで結構疲れてて、
いやーさーんってなって、それでその後に LINE ペイ送るから待っててみたいな、そもそもそのペイペイとかで支払いができないんですよ病院だから。でカードうち使ってないんで、もう現金かそういうペイペイとかで過ごしてたんで、まあそれもミスなんですけどね、まあ、まさか3万5千って言われると思わなかったのがまずミスなんですけど、現金持ってなくて、まあそれで LINE ペイなんですけど、 LINE ペイを送ってもらってそれを現金にするっていうことが全くできなくて、あらゆることを自分なりにやったんですよ。あの設定から検索して、なんか ATM からなんか QR コードをあのなんか写真撮ってみたいな、スキャンしてみたいな、とりあえずよくもう自分のできるなんか調べとやれることをやったんですけど、まあ、結果できず、まずそこで本当にメンタルが来て、旦那氏にお家いるみたいな言って、まあ、最悪来てもらうかなんですけど、なんか旦那氏にちょっと若干嘘つかれて家にいるって言ったのに帰ってきたらもう家いなかったんで、怪しいねってな感じで、ちょっとメンタルズタボロで、まあ、本当にいつもお世話になってるあのみどりちゃんに、なんかみどりちゃんがお金貸してあげて今行きますよって言ってくれたんですよ、優しいから旦那氏も来ないのに。だってそのお金借りるのは嫌なんで、なんか途方に暮れて、もうなんかそのコンビニのなんかベンチっていうんですか、ベンチでもただこうはぁっていう時間を過ごして、私は病院の方に戻って、すみませんちょっとお金が足りなくて ATM でもちょっと下ろせない状況で、また、再来週あの病院に来る予定があるんですけど、その時でも大丈夫ですかって聞いたら、大丈夫ですよって言っていただいて、一応そのなんか書類みたいなのを書いて、まあ、済んだんですけど、まあ、ここまでのやり取りって全て病院の時間が4時間半ぐらいかかり、あの私泣いちゃいました29歳あのいい大人がお金下ろせず、下ろし方も分からず、一人で体力の限界と疲れで涙を流すしかもその日、なんかその日というかそのことがあって全てのことが終わって外に出たらめちゃくちゃ土砂降りだったんですよめっちゃ土砂降りで、しかもその時だけ、そのメンタルズドーンの時に土砂降りで、もうさらになんか心病んじゃってすごい泣いちゃったなんかいろいろ申し訳なくて、旦那氏にもなんかまあさ、お金出してもらう、結局お金出してもらうわけじゃないですか、ごめんねと思うし、なんでこんな高いのって思っちゃう自分もなんかあれだし、なんか全部全てが悲しくなって泣いちゃいました病院の前でなんかすごい心配された。産婦人科の前でさ泣いてるをさ大人いたらちょっとビビるよね、わなんかあの人あったんだな子供にって思うよね。ほんとごめんなさい、あの近くにいた人なんかもうメンタル来て泣いちゃいましたはい、ということで今34週と6日目、あと生まれるまであと36日ですね、撮ってるのが明日で35週目ということで、もう本当に本当ですね、もうすぐ30に、あと1ヶ月ちょいで生まれるところなので、体調をあの気にしつつ頑張っていきたいと思います。まだ全然実感ないんですけどね、大丈夫かな大丈夫かな、ということで皆さん今日もありがとうございました。またねー。